大変申し訳ございません。デレマスイベント最中に二属性ルシエチアルやるよっていうやつを達成できませんでした。現在5月28日ということでね、まあ、27に最後のチャンスでやったんだけど失敗しちゃったんだよね。そう、失敗しちゃってて、まあ、ただちょっとまだ29日まで新イベントの日付がまだあるからロスタイムですよ。ロスタイムメモリー。完全に影プロ始まってるんで、ちょっと今回はまだいけるだろうということでやっていきたいと思います。まあ実はね、闇属性で、ね、挑戦してるんですけれども、まあ正直闇はね、まあ 25% 以降がどうなんだろうっていう感じではあるんだけど、割といけそうな気はしてるんだよね。はい。ということで、まあ早速実際どんな感じなのかやっていきたいと思います。まあルシエ HL の練習生放送をしていた人だったら知ってるとは思うんだけど、まあちょっとそこら辺は改めて動画にして出すのは初めてじゃないですか。なので、見せていきたいですね。よいしょ、ここでここでここでとディスペルから入りの、よいしょ、まあ、特にアビリティに関しては、まあ、最初の動きがすごい安定するね、闇属性は。であとシューニャがねすげえ便利で、シューニャがあると超強いんだよな。でなんでシューニャがあると強いのかっていうと、あれなんだよね。待ってね。ここで2ターン目はシスのニアビで完全に美しく回避することができる。うん。で、俺何がいいって言ったっけ何がいいと言ったのかを完全に忘却してしまった男なんですが、ここで1殴りかまして、まあ、ちょっと命中ダウン入れとこうか。命中ダウン便利なんだよな、シスの。たまにね、パラロス避けるんだよ、この命中率ダウンで。すげえいい。まあなんかパラロスは正直数形できる。闇属性はすげえ安定感が高いですね。待ってね。ここはクラリスの3アビで。よし、クラビティ入っていく。これで、次の特殊技は、非 OD の特殊技が飛んでくるんですけれども、ここは攻撃力が一番高いやつに飛んでくるんですよ。で、つまり今回攻撃力一番高いのは主人公なので、ここで主人公にインビジブルタッチを入れてあげれば、これだけで、主人公が最初の特殊技を避けてくれるっていう素晴らしい、素晴らしい。これで、ちょっと待ってね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。できればシャレムの1アビもう一回上げたいんだよな。そう、シャレムの1アビをもう一度上げて、でシャレムの1アビを本体に使ってから落としたいっていうような欲望があります。 OK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 。で実はもうすでに羽に対して1アビを使ってるんで、まあ、残りのこれシャレム使って奥義は打っておきたいか。まあここはじゃあどうするかっていうと、ここは通常攻撃を挟みます。はい、ここ通常攻撃を挟んで次ターンに特殊技が飛んでくるんだけど、この特殊技を死すの奥義で回避していく。OKOK で、ここからシスを、ここから落としましょうか、シャレムを。いいですね。これかなりいいところ、かなりいい感じに回ってますよ。デス30。よしよし。これで、1アビ使ってと。2アビも使っちゃうか。で、レイの奥義を、本体に打ちたい。そうですね。だからここは、奥義を本体に打ちに行きましょう。よしよし。特殊技は食らっていくけど、OK。よし。これで受けていく。そんなに死にそうで、 OKOK。 これからまあここはそうね、ここは OD 特殊なので、まあレイの3アビで受けましょう。レイの3アビ受け、まあできるんだったらここパラロスで受けられるとすごいいいんだけどね。ワンチャンここ次パラロス行こうか。パラロスで受けようか。ここディスペル回復1アビ。シャレムの奥義もここ、よいしょ。シャレムの奥義も羽に入れちゃいたいから、まあこれはちょっと殴りに行きましょう。こうすれば、あと1ターンか。ここは、いやもうこれ無理だな。よし、ここはもう、クラリスの3アビを打つ。あ、やべ、羽に、本体に打たなきゃダメだった。本体に打たなきゃパラロスが受けらんねえじゃねえかよ。やっちまった。これで殴って、そんなに死に急ぎたい。まあただここの奥義は、シスのニアビでカバー行きましょう。ここはカバー行く。で、羽に奥義、レイの奥義を羽に入れられましたので、まああとはこれは、しばらくこれで行きましょうか。まあゾーイをわざわざゾーイを出すタイミングでもないので、ここは
よし、これで羽殴り。まあ、あの光と比べると羽の殴りタイミングが結構遅れちゃうんですよね。こちらの方は本体にディスペル、まあ、安定はしてるやっぱり。よいしょ、ここ奥義オフの方が良かったかもしれないね。パラロスだね。まあ、パラロスはね、実はね、ここ数系できるんですよ。そう、ここでパラロスは数系ができる。これを覚えておくといい。やっぱ光との最大の違いだよね。もう多分2万とか、そうだね、2万ぐらいしか効かないので、全然問題なく数形ができるんですよ。これは強い。やっぱこれが強いところだよな。オッケーオッケー。そんなに死に急ぎたい。本当に危ないなってなった時は、あ、ここは本体にグラビティ入れましょう。本体グラビティ。よし、グラビティ入っていく。これで、64%。まあ、羽はなんか余裕でいけそうな感じですね。64%。あ、これはパラロスのタイミングかな？そうだね、ここパラロスタイミングですね。パラロスタイミングなので、ここはレイを交代しましょう。で、シスの、あ、違うわ。ゾイのニアリ。これでパラロスを続けできるんですよ。これやっぱ強いですね。奥義はオフにしましょう。必ず。奥義はオフにしないと、これは大変なことになります。大変なことになってしまいますよ。ドン。核人が1。本体ディスペル。よし。そんなに死に急ぎたい。これで52%。ここで 50% いこうか。1ヤビ使っといて、ここで1ヤビを使ってまだ累積ダウンを入れない。で 50% にここで突入します。ここで 50% に突入しながら2ヤビを使って累積ダウンを入れていく、うん、で、ここは非オーディ特殊か。うーん、ここはでも変なことせずに黒麒麟使うか。待てよ、レイサービス使うか。レイサービス使おう。レス使います。うん、これでレイサービス、よしよし。で、本体に1アビ打って、シスの2アビを使おうか。シスのニアビを使ってインビジブルタッチ。どっち？特殊技忘れちゃった。特殊技忘れちゃったから、ちょっとこのアビリティゴリゴリで気合で受けちゃいました。43%OK。まあ、ここからコッキリン2枚は好きな時に使っていいと言われていますので、よし、これで2チェイン。あ、違うわ。奥義オフか。あー、これはどうだろうな。ここどうしよっかな。まあ、ここはでもグラビティちょっとさすがに入れたいね。これで確定で入るのはやっぱでかいよな、グラビティが。ここは通常攻撃の方がいいかな。で、特殊技飛んでくるんだけど、ここの特殊技を、ディスペルで確信ゼロにして、よいしょ。うん、これでまあ、あのシャレムは落としてもいいから、ここシャレム落としにかかりましょう。よしよし、いいですね。これで、核人が2と。本体にちょっとさすがにこれはディスペル入れに行きましょう。レイで。よいしょ。ありがとう。ここで核人を下げる。核人下げに行きます。よしよし。ここで、特殊技なんだけど、まあここはね、変なことせずに。まあ、ここは、あ、違うわ。あ、そっか、もう荒屋敷使ってんだ。荒屋敷、あれ荒屋敷使ってんのに、なんかそんな、ちょっと待ってよ、今混乱してる。ここはこうして、待てよ。で、ここでスローを入れましょう。ここで、いや、ダメだな。ここはちょっとこうだな。HP 回復しながら、うん、こうだな。よしよし。
これでちょっとね時間的にやばいんだよね。 96% ここはシスのニアビで受けましょう。 OKOK、 これシスのニアビで受けて、あ、まずいまずい、これシスのニアビで全部吸い取っていいの。でここから1殴りかまして本体ディスペル。あーでもディスペルのタイミングがなー、すげえやだな。これディスペルのタイミングが超やだ。パラロス受けたいんだよね。パラロスを受けたい。よいしょ。これ殴って。17%。いやでもここパラロスこうやって受けちゃわなきゃダメだろうな。ディスペルがあんまり。まあこれで、よいしょ。レイが落ちるか否か。レイ落ちなかった。ラッキー。これで回復する。蘇生する。よいしょ、増位蘇生ですね。これで1アビ3アビ、まあ、全部避けれると嬉しくはあるけれど、まあ、避けれなかった時は仕方ないっていう感じかな。これで殴ります。よす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 。なのでここはチェンジしましょう。ここでちょっと今のうちにこれ使って、でここでデスを使います。でレイを出す。ここでデスを使ってレイを出しちゃってオルポ使おう。ここでここでオルポを使いましょう。全てに感謝オールポーション。ここで1殴りをかまして確信レベルを下げます。ここで確信で下げて、でここで1アビ使っといて、こここうして3アビ使っといて、コクキリン切りましょう。でアビリティを温存して動いていく。うん、大事。ここでアビリティを使わずに6に最低限しか使わずに、でリバイブ上げて、よしここから行きましょう。これで 25% に突入することで、次ターンの特殊技とかを、敵の特殊技を綺麗にいなしながら進めるはずや。 26% よし、じゃあ 25% に突撃します。対戦よろしくお願いします。 25% よし 25% 踏んでいく。ここからよいしょ、通常特殊、まあ、通常特殊はこれで受けられますね。通常特殊はこれで受けられるので3が B、これで確信ゼロ、通常特殊余計 OKOK で、ここでディスペルをかましましょうか。ここで、グラビ、あ、グラビティいらねえのか。いやーどうしても下げたい時だな。ここはディスペル使おう。で、通常攻撃でよしと。ここ通常攻撃でよいです。でここはシス2で受ける。はい、ここシス2で受けて、でここ確陣1ね。でここはレイ3で受けます。あれ、これ荒屋敷切れてるな。荒屋敷これで 20% 特殊を踏みに行きましょう。よいしょ、これで、20% 特殊を踏む。 OKOKOK で、ここで、シスのニアビで特殊を受けましょう。シスニアビで特殊受け、ここは交代してもいいかな。いや、まあここはシス2で特殊受けはいいんだけど、ここまではいいとして、15%、 次 15% の特殊受けになる。どうしようかな。 15% の特殊受けをどうしようかな。まあ、3発なのでクラリスの1アビで受けられるんだけど、怖いな怖いな。ここでレイが死ぬのが一番なんか悲しいことになるので、レイは後ろから出しましょう。で、1アビ、シャレム、3アビ、1アビ、外れたな。結構な外れ方したな。ここは 15% 頑張れ。よし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 、
15% OK よ。さあこれ OD 特集、 OD 特集は大丈夫よ。あーでもグラビティ入るなよ。 OK 12%。 これで、あでもパラロス受けらんねえわこうやると。ちょっと待って、誰か落とさないとやばくないこれ。そうだよね、これ誰か落とさないと罪だよね。確認回復キュアポ使うわ。これでシャレム落とさんとまずい。ここでシャレム落とさないと、うーあいやでもいいぞこれ、いいぞこれ 10%。 いや悪くない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 。これでオービタルブラックでしょ、オービタルブラックは大丈夫よ。これでオルポ使おう。で次 3% 待機、これで殴る。オッケーオッケー。あれーオービタルブラックあーデバフなのかな今の。あれオービタルブラックだよね、マジか。くそ悔しい、マージか。オービタルブラック受けられると思ったんだけどな。あーマージか。いやーちょっとやらかしたね。あそこでレイ後ろに下げたの失敗だったかな。レイ後ろに下げずに受けなきゃいけなかったよね、パラロスのところ。10パラロスは受けなきゃいけなかったんで、ちょっとそこら辺の後々の考慮とかもしっかりしながら動かなきゃいけなかったな。これは、うん。そこがミスですね。パラロスしっかりと受けられるように頑張りたいと思いました。後々のここの対応力だねが、肝っぽいのでちょっと対応力磨きますということで、皆様ロスタイム中ですが応援してください。ルシファー HL 闇ランバージャック編でした。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、頑張るぞ。